夢の中ゴールドライス星光るトゥードアレース目の前にはゴールドライス引き寄せてる俺のバイス。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、やってまいりました、ショー YouTube。 今日はね、皆さんショーの YouTube を日頃ね見てる皆様が楽しみにしてる企画をやりたいと思います。はい、今日は見てください、全身バレンシアガ、全身バレンシアガですね。はい、でバレンシアガの店に行ったら店員はねどんな反応するのかを検証してみたいと思います。はい、久しぶりじゃないこの企画。そうですね、すごい楽しみだね。てかちなみに翔さん、この持ってるものは、手に持ってるのはバレンシアガなんですか、これ。これだから何言ってんの。だからこれはあれです、だからこの前撮ったじゃん、はい、ドンペンちゃん、はいはいはい、はい、ストーリー性を持たせるために持ってるんです、前回から繋がってますよみたいな。なるほどですね、そこは分かってください。分かりました、すいません。暗黙の了解でしょ。はい、そうですね、これもなんかバレンシアガっぽいでしょ。なるほどですね、まあ、でもこれはドンキホーテのドン、まあいいや、まあいいそこだ、そういうことです。はい、うん、ちなみにマスクは、うん、これはだからこれもちょっとこれも全体の雰囲気だ。いや一応、はいはい、これはあれだよ、だから4月とかワンマンライブあるじゃん、はい、それで来てくれた人に全員にプレゼント用のこれマスクなのね、これね、はいはいはい、これを俺がしてた方がいいじゃん、とりあえず。あ、そうですね、うん、だその辺は暗黙の了解。あ、なるほどですね、ここは暗黙の了解。あ、なるほどですね、わかりました、わかりました、検証動画。はい、ということで今日は全身バレンシアガで、じゃあバレンシアガの店ね、バイタイトなんか合わないですか、このバレンシアガのベルトと。かわいいです、かわいいです。いいっすよね、はい、すごいかわいいです。こうトータルバランスでいいのかな。結構サマーの新作が増えたんですけど、ここと、あとあっちも新作です、うん、今日どうですか、今日のスタイルは。いや、今日のスタイルかっこいいと思います。あ、本当ですか、はい、よかったです。デニムとかすごいあります。ありがとうございます。あ、こっちもメンズになったんですか。あ、もう、メンズとレディースの場所を入れ替えたんですよ。こっちが全部メンズで、あっちがレディースなんですよ。あ、なるほど、はい、はい、ということで行ってまいりましたね。はい、全身ね、バレンシアガで、バレンシアガの店内入ったんですけど、まず入った瞬間のファーストコンタクトが、完全にここに目がいってましたね。うわ、すごいですね、可愛らしいですねって、俺可愛い格好してんのかな今日って思ったら、完全にこれゴールドドンペンちゃん。でも相性、じゃあこのトータル的なバランスどうで、相性良くないですかって確認したら、すごくいいと思いますって。今日のスタイリングにこのゴールドドンペンちゃんが合ってるっていう、そんなね、だからやっぱ大事だね、やっぱ重要なんだよね、俺にとってこういう、なんつうんだろうね、うん、アクセント、やっぱゴールド、はい、って感じかな。うん、ってことで、まあ今日はね意外と、うん、バババババレンシアガって感じですね。はい、ということで次回の、ね、動画をみんなお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。今よりもさらに高く、この悔しさ明日に生かす、捨ててから俺はみ出す、今に見とけさらに光る、俺が病院ベッドの上で涙を流し頭を伏せて、こんな姿誰もわからない、わからなくても構わない、自分の心に刻まれてるから。